今日はお昼からダークドラゴンが降臨しております。早速いきます。はい、入りました。ゴッドストライクがいたらゴッドストライクの方が良かったんですけども、いなかったのでアーサーできました。ただアーサーでも問題なくいけると思います。ただちょっとダメージ量は増えちゃうんですけれども、まあちゃんと気をつけておけば大丈夫かなと思います。よっしゃ。でストライクショットはややためぐらいでいかないとあれですね。さっきですねサクサクいっちゃったら全然全員6ターンか4、5ターンぐらい残ってる時にいっちゃったりして、ちょっと計算が狂いましたので、まあ完璧に貯めなくてもいいんですけど、貯められるんだったら貯めた方がいいですね。ちょっとモーツァルトの神化の強さを確かめてみましょう。えいえい、あ強え。で、ハート取りますか。しゃ。あ、亀出てきた。そしてアーサーに当たらない。亀出てきたらのんびりやっても良さそうですね。あーずれたな、まあいいや。よし、まあのんびりと言ってもまだ全員10ターン以上あるから、あでも大丈夫か、いけそうですね。よし、ちょっと忍者だけ残していきましょうか。おお、アーサーとかいるので大丈夫です。あ、いや、あー倒しちゃった。あぶね。これボス戦の前だったらかなりやばかったですね。はい、というわけで、あ、また亀出た。ナイスパターンです。適当に出た。で、ヘラクレスも適当に。しゃ。で、この次がボスなので気をつけないとダメですね。ただグルメを倒せるのか2ターンで。チャンドラの次アーサーですよね。アーサーだからまあいっか。あ、全然チャンドラで倒せる。 HP ほんと少ない、低いですね。でこれで倒して OK。 でちょっとストライクショット貯めましょうか。ダークドラゴン倒せるんだったら倒しちゃった方がいいですね。もう一発、あーいかない。ほいほい。で次はヘラクレスなんで、ヘラクレス、あやばいやばい、ちょっとずれた。まあいっか。よし、でチャンドラはこんな感じで。一回上に当たってもう一回当たって下にセットですね。よし、で次がモーツァルトなので、モーツァルトを上にセットする前にちょっともうちょっとアーサーをずらしますか。よっ、別に倒しても OK。 いきましょう。これでグルメを倒す。で、チャンドラか。どうしようかな。もう当てちゃいましょうか。アーサーとモーツァルトに。この光のキャラに当てるだけで十分ですね。で余裕があったらあんな感じでヘラクレスにも当てればいいんじゃないでしょうか。はい、で強化されたらですね、この2人はもう本当に強くなりますので、あ、グルメ倒されてる。よし、行きましょう。こんな感じになります。ドン。
早い。で次がヘラクレススタートなので、ヘラクレスもストライクショット使ってもいいと思いますよ。でもやめときましょうか、あえてよ。はい、シャー。でちょっと下げ目でいきましょう。あ、ヘラクレス忍者倒すのに使った方が良かったですね。唯一のアンチ重力バリア持ちなので、ここに時間かかるとめんどくさいですよね。で、コンサルトを上に上げる。あ、やーべ、これで5ターン目か。あぶねー。よいしょ、 OK。で一周回ったのかな。でここでグルメを倒さないとめんどくさいので倒します。よし。でアーサーを使います。ドン。覚悟は良くてストライクショット、かなりいきますね。100万いきます。それで次がもうモーツァルトなので、これも多分100万ぐらい出るでしょう。オッケー。落ちろ落ちろ落ちない。しゃ、一体オーブがなくなってしまいました。はい、でここまでですね、僕は課金せずにやってきたんですけれども、ダークドラゴン運極を早く作るためにちょっと課金します。はい、で再スタート時にですね、別に課金無課金とかはそういうのじゃないよみたいなのはお知らせしていましたので、買っていきます。でなんかそのまあなんだ、課金するときは動画に撮りますねみたいな話だったので、今買います。お、こんなのあるんですか。20歳以上で何個買うかが問題でございまして、ね、いきなり大人の力だとか言って9800円で175個とか買っても多分皆さんしらけちゃうでしょうから、500円とかにしておきましょうか。6個、オーブ6個、結構いいですよね。6個使えばかなり回れると思いますので、500円使ってみます。しゃ、というわけでオーブが6個手に入りましたので、これを使ってですね、またダークドラゴンを周回していきます。頑張ります。はい、皆さん、12時から15時までお疲れ様でした。僕の結果を発表します。トゥルル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 ルトゥルトゥルトゥルドン。こんな感じでございました。多分数的には全然いってないですね。はい、なぜかというとですね、何ですか、スピクリは安定したんですけど、今回1体しか落ちないことが多くて、初めのうちは 3体はないかな、2体とか落ちてたんですけども、後の方はだいたい石で濃紺で1体みたいな感じでしたね。なので落ちませんでした。あとすっごい情けない話なんですけども、今回もですね、3回ぐらい負けてしまいまして、そこがちょっとまだまだですね。
ちょっと全然ダメでした。もう今回からは多分負けることはないかなと思ったんですけども、ちょっとアーサーの位置がですねちょっと近すぎたりとかすると結構死んでしまいましたね。なのでまたちょっと次回に課題を残してしまいました。ただ、今回でラック何になったのかっていうのをちょっと数えていきます。あのレベル18のやつがラック21かな、それぐらいなので他のやつを数えていきましょう。10、20、25、26かな、それでこれでこれがいるので47ですかね。47になりました。今回でちょっとちゃんと数えましょうか。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26足す21だから47ですね。はい、というわけで今回の降臨で僕のダークドラゴンさんはラック47になりました。ちょっと本当微妙でしたね。負けちゃった、数回負けたっていうのもありますし、1体しか出ないことが今回は結構多かったです。はい、あとちょっと参加も遅れてしまいましたね。別の撮影とかがあってちょっと遅れてしまいました。はい、ただ47なのであと何体ですか、何体集めればいいんです、99ですか。あ、結構半分はもう言ってないか言ってないですけど結構来ましたね。なので多分次また3時間ぐらい降臨してもらって、今度はちゃんと20体とかそこら辺集めて、もしかしたら次の次ぐらいでいけるかもしれないですね。まあそんなポン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 降臨しないと思いますけども、どうでしょうね、多分次の次ぐらいでいけるように頑張ります。多分じゃなくて次の次で運極にできるように頑張ります。でもな、次来た時にまた課金しますか。600円でしたっけ、500円でしたっけ。ちょっと考えます。まあまだ先日、昨日かな、昨日の動画でもお話しした通り、まだ顔合わせボーナスで15個ぐらいもらえるはずなので、 5×3 で、まあ、それを全部投入するっていうのもありだと思います。はい、まあ、ただ別に僕は無課金プレイをするつもりはないんですよね。ただそんなお金使うつもりもないので、ちょっと考えます。というわけで今日はですね、ダークドラゴンを何体集めたんですかね、ちょっと分かんないんですけども、集めてラック47になりました。ちょっと今日はですね、僕の中では本当にもうちょっと集めたかったなっていうのはあるんですけども、しょうがないです。終わってしまったものはまた次に頑張ります。というわけでダークドラゴンの、運極までの道は、今こんな感じということでした。あと今日ですね、初めて、39日目にして、初の課金をしました。500円、600円、500円、どっちか分かんないんですけども、はい、行きました。オーブを6個買ってですね、すべてダークドラゴンに投入しましたという感じです。次はもう少し頑張りますのでよろしくお願いいたします。それではさよなら。